こんにちは、ハッピーチャンネルです。今回は東京ドームシティギャラリーアーモで開催中のダベッコ動物ランドの紹介動画となります。いやー、かわいいが満載です。会場に行くまでにもこの工事中の柵みたいなやつにね、ダベッコ動物の仲間たちがたくさんいるのが本当にかわいいですよね。はい、もう全員集合って感じでした。こちらの開催期間は3月18日から5月14日となっております。入場特典はこちらの可愛いコースターとなっております。でもこちらはただのコースターじゃないんですよね。そうなんです。 AR コースターとなっておりまして、 AR スクエアというアプリをダウンロードしてこちらをかざすと動き出すんです。入場するまでの待ち時間もこれでずっと遊んでいられました。もう何回も見ましたよね。入場を待ってる際にカフェのメニューも配られて、事前に注文しておくこともできます。そしていよいよ入場です。もうめちゃめちゃワクワクしましたね。こちらはプロジェクションマッピングとなっております。巨大スクリーンに動物たちの可愛くて愉快な様子が見ることができます。はい、まさに二次元の動物園ですね。なんかシュールでずっと癒されながら延々とこれを見ていました。幸せな時間でしたね。そしてこちらがたべっ子動物マジカルダンスシアターとなっております。こちらは360度の VR アトラクションとなっております。ここでしか見られないたべっ子動物の動物たちによる不思議なショーを見ることができます。いや、まさに不思議なショーでした。こちらは 3D メガネをかけて楽しむんですが、もう動物たちが目の前でなんかすごい動いてて本当に可愛かったんですよね。いや、もうね、それだけでね、本当にね、幸せなんです。こちらのアトラクションは事前予約抽選が行われています。応募枠に空きがある場合は当日先着順で体験することができるんですが、絶対に見たいよって方は忘れずに事前予約抽選申し込んでください。そしてこちらがカフェとなっております。注文番号をレジにて伝えてお会計をして商品を受け取るという形になっています。スムーズで良かったですね。こちらが今回注文したメニューとなっております。まずこちらフライドポテトなんですが、ドキドキ大人のトリュフ風味あみあみポテトとなっております。なんかすごいですね。はい、すごい美味しかったですよね、はい、そしてこちらがハンバーガーなんですが、なんとチーズが蓋にくっついちゃってました。ちょっとね、事故です、事故。このチーズが動物のイラストがね描かれたものなのに一番大事じゃないですか。はい、もうこれがないとダメですよね。はい、必死でしたよね。はい、ちなみにこちらはカバさんのタルタルフィッシュバーガーとなっております。こちらはフライドポテトとナゲットもついてますね。ほら、今頑張ってチーズをいかに破らず取るか頑張ってます。頑張りました。はい、いい感じじゃないでしょうか。はい、取りましたよ。ギリギリでしたね、はい、そしてこちらがチキンナゲットとなっております。仲良しジューシーナゲットですね。美味しかったです、はい、本当はねデザートも注文したかったんですが、もう売り切れちゃってたんですよね。デザート食べたい方は早めの時間帯に行くといいかと思います。そしてこちらがカフェ特典となっております。フード&ドリンク1500円購入ごとにじゃんけんステッカーがもらえます。めちゃめちゃ可愛いです。そしてこちらのランチョンマットもついてきました。そしてこちらドリンクなんですが、夢色カラフルクリームソーダとなっております。4種類ある中から猫さんのクリームソーダを選びました。このドリンクタグめちゃめちゃ可愛いですね。はい、表と裏があるのがいいですよね。こんな感じでめちゃめちゃ映える可愛いドリンクとなってます。そして壁にはこんな感じで展示がたくさんありました。これを見ながら食事するのが本当に楽しかったですよね。そしてたべっ子動物カフェスタンドでもおなじみだった動物のぬいぐるみ、今回もぎゅうぎゅうに飾られててめちゃめちゃ可愛かったですよね。もうこれ嬉しいんですよね。この前でやっぱり写真撮る人はすっごい多かったです。そしてたべっ子動物ランドでもキャラクターグリーティングが開催されています。私たちが行った日はライオンさんに会うことができました。どの動物に会えるかは公式ホームページにスケジュール表が載っているので要チェックです。フォトスポットもたくさんあります。こちらたべっ子動物のパッケージの中に入って写真を撮ることができます。そしてこちらはメッセージカードを書いて貼ることができます。
とにかく入ってから出るまでずっとずっと可愛いを連呼してましたよね。はい、あのテーマパークではあるんですけど、ミュージアムに近い感じかなって思いました。そうですね。そしてこちらが私が一番好きなポスターとなっております。こちらはちょっとサイズが小さいものを物販で購入することもできます。これ何なのって感じだよね視力検査なんだけどどうすればいいのこれね、眼科行ってこれが出てきたらちょっとびっくりしちゃいますね。そしてこちらは会場にある QR コードを探して読み込むと、こんな感じで動物の AR がゲットすることができます。いや、個人的にはこれがめちゃめちゃ好きでした。もうなんか昔ながらのガチャガチャね。ほい、お青いの、あ、かわいい、かわいいよよいしょ、ベアじゃない、ベア、ベア、かわいい、かわいいです。たべっ子動物ランド、本当に可愛くて楽しくて癒されましたね。はい、なんかね、日々の疲れが取れました。はい、なんかね、心が浄化される感じ。はい、優しくなりました。日によって会える動物が変わったり、期間によって食べられるケーキも変わったりするので、また行きたいなと思います。グッズショップでは可愛いたべっ子動物ランド限定のグッズがたくさん売ってました。それではグッズの紹介いきましょう。ということで帰宅しました。帰ってきました。これから今回ゲットしてきた戦利品を紹介していきます。まずはこちら、クリアファイルです。今回のね、たべっ子動物ランドのクリアファイルとなっておりますいいですね。はい、あのね、いつもの子たちがこのたべっ子動物ランドで笑ってるのよ。はい、めちゃめちゃ可愛いです。後ろは、はい、こんな感じですね。使いやすいですね、このね、クリアファイルはね。そういえばグッズショップで30円でこちらのね、ショッパーが購入できます。裏面もね、すごい可愛いんですよ。おー、すごいですね。こんな感じでね、実はこれ動物の名前になってるんですよね。あ、本当ですね。そしてこちらなんですが、グッズ購入特典ですね。斬新じゃない？こちら1500円購入ごとにオリジナルバルーンがもらえるんですよすごいですね。ね、これ斬新だよね。これね、膨らんだままでももらえるんですよね。あ、そうです、そうです。ここからはランダム品を開けていきます。まずはこちら、イニシャルキーホルダーとなっております。これめっちゃ可愛かったんだよね。はい、これお気に入りです。はい、そしてランダム56種類となってます。やばくない？すごいですね56種類の動物たちがいるんだよ、はい、すごいよね。すごいです。はい、では1個目いきましょう。はい、楽しみです。いきます、せーの、じゃん。 おじゃーん、あ、すごい、すごい。この56種類の中から、あのメインのね、動物たちのあの R ラビットが出てくれました。すごいです。うさぎさん、かわいい、かわいい。それでは2個目いきます。もうね、あの、かぶんないから安心と思ってます。そうですね、はい、56でさすがにかぶらないもんね、はい、じゃあいきますよ、せーの、じゃん。おお、あ、ピー、かわいい。ちょっと待って、ピーゲオン、なんだろう、ピーゲオンって何ですか。なにちょっと待ってください、調べます。ピーゲオンじゃないよ、ビジョンだよ。ビジョンは何ですか。ビジョンはハトです。ハトさん、めっちゃかわいくない？かわいいすごいいいね。お次はこちら、アクリルスタンドキーホルダーです。こちらは9種類ランダムになっております。この子たちですね。おー、この子たちが出ます。それでは開けていきます。楽しみです。じゃあ、あ、紙に包まれてます。はい、ではいきます、せーの、じゃん。あ、キリンさん、キリンさん、かわいいていうかさ、でかくない？そうですね、キリンさん大きいですね。キリンさんやっぱでかいよね。じゃあヒヨコさんはすごいちっちゃいってことですよね。絶対ちっちゃいこれがさ、ほぼ高齢だとするとさ、めっちゃちっちゃいよお次はこちら、オーロラアクリルキーホルダーを2つ開封していきます。こちらもランダム9種類となっております。それではまず1個目いきます。このね、オーロラアクリルキーホルダーすごい可愛いんだよね。はい、すごいおしゃれだし可愛くて、なんか普段使ってもすごい、なんだろう、食べっ子動物感がないから。あ、そうですね、あの、いいんで、ささやかにオタクできるかなって思って、はいじゃあ、いきますよ、せーの、じゃん。お、あ、かわいい、あ、かわいい、あ、猫さん、こんな感じですね。ちょっと待って、あの、画像で見てたのとちょっと若干思ってたのと違う。そうですね、かわいい。本当にオーロラのアクリルを使用した
キーホルダーですね。すごい、すごい、すごい、かわいい。オーロラな感じ伝わりますかね。なんかちょっとね、すごい綺麗なアクリルになってます、はい、かわいいです。それでは2個目いきます。じゃあいきますよ、はい、せーの、じゃん。お、あ、ゾウさんが出てくれました。めっちゃかわいい。こんな感じです。めっちゃ笑っとる。かわいい。それではこちらが最後のグッズです。寂しいな。はい、実写チェキ風アクキーです。なんかすごい感じで言いましたね。はい、実写のさ、はい、グッズなんだよね。あの前回のカフェスタンドの時にも購入したんですけど、実写のグッズはさ、なんかさ、じわじわくるものがあるよ ね。 ね、本当にかわいいよね。で、これはまたチェキ風ですから。いいですね。じゃあ、行きます。せーの、じゃん、お、じゃん、あ、ワニさん、かわいい。ワニさん、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。ちょっといいですね。実写いいですね。はい、実写のグッズはやっぱいいよ。しかもさ、クロコダイルってさ、書いてる。ね、めっちゃ達筆。すっごいかわいいです。ということで、今回の動画は以上となります。本当にたべっ子動物ランド、たべっ子動物好きにはたまらない空間でしたね。はい、なんかどんどん好きになってます。そうですね、たべっ子動物は誕生から45周年なんですよね。おー、歴史ありますね。はい、今後もたくさんイベントやってほしいなって思ってます。またイベントなど参戦したのは動画でご紹介いたしますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。